新潟名和騒動とは、1768年、越後国新潟町において町民が反省に抵抗しおよそ2ヶ月にわたる町民自治を行った事件。新潟町が長岡藩から御用金を課したことを受けて、新潟町の承認ゆう伊藤史郎は、各町内代表で無期延期を策したことで密告され、藤史郎は、投獄されてしまう。 そのことに憤慨した町人たちが一揆を起こした。その後、東四郎が中心となり、約2ヶ月にわたり新潟町の自治を行っていたが、長岡藩はことの収縮のため、新潟町の町人たちに米と引き換えに、東四郎の召集を命じた。その結果、東四郎は出頭し、後に打ち首となった。この一連の騒動を、明和騒動とという、明和騒動の時代は、 長岡藩の財政は急防であった。初代藩主、牧野忠明の時に表面化し、三代目、藩主、牧野忠史で深刻な問題になった。そのためしばしば領内にご用金上納を命じていた。藩は経費を減らすために、足刈りや村などの負担を増やし、財政の立て直しを図ろうとした。しかし、教皇三年長岡城の大化や、その翌年の大ばやき、 原文元年から6年の間、ほぼ連年にわたる洪水で、該当年の藩の存亡校は、約19万国余りに及んだ。法歴4年から3年続きの協作は大飢饉を、もたらし、翌法歴7年には大洪水が起こる。本騒動があった、明和5年にも、洪水、虫付けが起きて、被害は5万8200国余りに上った。当時新潟町は、長岡藩の支配下にあり、 小徳3年に中金制が敷かれて以降、新潟町の御用金は長岡藩の重要財源となる。加えて、長岡藩の土地柄による工場的な洪水や基金、法歴3年に長岡藩の重要財源の一つである、長岡先導の信濃川水運特権が、近隣の藩の苦情を受けての幕府の裁定により、剥奪となったことで、 新潟町の雇用金の重要度は増す傾向にあった。前年からの基金もあって財政に苦しむ長岡藩は1767年4月に新潟町2500両の雇用金を2年の分納で貸した。1年目の8月に750両は収められたが、基金による米の流通の減少、漢方元年頃を過ぎてから品野川と阿賀野川の合流するところに土砂が堆積したことで、 新潟港への入港量が減少していたせいもあえ、不景気に苦しんでいた。さらに米の高騰もあって困窮していた、新潟町民は2年目の利息を含め930両を苦面できなかった。明和5年8月、明和町民は久井投資ローラを中心に御用金納付の延期を求め、新潟部業所に願書案を作成し、署名を求めて密かに木下屋と小役人村屋はこの、 会場を、市中に流した。9月13日夜、枠井ら三余霊林ほど本掃除の達中、西有事に集まって協議したが、八木屋一兵衛がこれを徒党として密告。20日、枠井は入浪、枠井の家族5人組は、宅番その他参加者は、禁足を下される。これに激高した町民は9月27日の午前10時頃、早金を合図に、一斉放棄し、 町役人宅や八木屋一米宅、米屋などをぶち壊した。この時、ぶち壊し騒動の指揮を取った黒小族の男数名がいた。新潟町奉行側は鉄砲隊で攻撃したが、町人側は焚木や石を投げて応戦し、町役人を敗走させた。9月27日の夜、事態の鎮静化を図った町奉行側は枠井を釈放。打ち壊しは、 翌日も行われたが、枠井は町部行所打ち壊しに向かっていた、町民等を説得、事態は人生化した。これにより枠井らが、藩に代わって、調整を掌握し、約2ヶ月にわたる、町民自治を行った。10月3日に、長岡藩が、総動鎮圧のために、藩士60人を新潟に派遣。23日に、今泉、飯田は、上舞として、米占病を、 枠依頼渡した後に長岡へ帰る。長岡藩は新潟への派兵を試みたが、町民側は新潟港での反兵の荷下ろし作業を拒否。町民側の結束に長岡藩も枠依を総大として承認せざるを得なかった。長岡藩は町民怪獣のため米戦病の配給を実施。さらに当事者であった町役人等を取り調べるためと、 少子町人側の関係者を次々に召喚した。11月22日に長岡藩へ出頭した枠依らは藩側の策略により捕らえられた。長岡藩は内壊足の首謀者と目された黒小族の男等を捜索したが正体を突き止めることはできなかった。明和6年12月28日、枠依、岩泉や王が他13人を除いて、 ほとんどが新潟に返される。明和7年7月20日に、騒動の判決が出て、久井と岩泉屋が内首獄門の判決となり、8月25日、久井は一切の責めを負わされ、副審の須藤佐治平と共に、市中引き回しの上丹野郎老屋敷で処刑された。久井の首は、往来に晒されたが、役人の目を盗んで、何者かが首を奪い、密かに葬ったと伝えられる。 新潟市の白山公園に立つ名和義人検証の石文東四郎を慰霊したと言われている党天保十年、天保十二度市、正月、上京元寝年度市より所役人流によると、長岡藩側は、明和5年10月に、従来の新潟町奉行就任者の石垣中兵、及び佐野与そ左衛門に加えて、大田門左衛門を新潟町奉行に任命して、本来より一名、 多い三名体制でことにあたり、明和六年に石垣と佐野は新潟町奉行を辞任し、新任に稲垣萌一が就任して二名体制に服している。審判新潟明和騒動文献資料修正によれば、日本の歴史の中でも得意な歴史的事件であり、町民たち自らの手で調整を収め、日本史の中に自治を実現させた数少ない事件であったとされている。ほか、 この騒動は、旧特権商人と枠井ら信仰商人の対立が根底にあったとされているが、2ヶ月とはいえ、町民自らが調整を行うだけでなく、町民の多くが参加していることから、総長一期の様相を示したとされている。安政6年へ戸の感学者であった、寺門政権の著書、新潟富氏によれば、久井のことを越後にも総五郎が言ったと紹介している。 下佐の桜総五郎というたたりを恐れた藩主から公認され芝居などで全国的に名の知られていたものと一体視されることで密かに語り継がれていた枠井の自責が広く知られるようになった。第二次世界大戦後には民主主義や市民自治の視点から本総道の調整は歴史上画期的なものだとパリのコミューンにも並ぶと高く評価する論者も現れた。 枠依らは後に義人として墓や慰霊碑が建てられ、明治17年の自由民権運動の高まりのある中では、新潟県新潟市の小町屋たご神社境内に桜相五郎を祀る千葉県の神社の文霊を、迎え口の神社が創建されたほか、本騒堂を描いた芝居が1888年に上演され、その収益で墓標が県破化された。 新潟市の白山公園内にある巨大な検証碑は、大正デモクラシーの風潮の中で、枠いらの検証運動が活発化した昭和3年に建てられた。新潟市の政令指定都市以降を記念して、平成19年に、名和義人とテーマにして、ミュージカルが制作、上演された。ありがとうございます。